こう握るとここがもう痛いんですね。それなんすかなと思って自分でどこかなと思ってやったんですけど一向に良くならないんですよ。なんかそれでゴルフなんかやったもんだから余計痛くなっちゃってそれからずっとこう変わんないんですね。見てください、重曹先生方重曹ではどう考えるか腫れてますよね。痛いですか。痛いですよね。腫れ上がってますよね。見て分かりますよね、はい、こっちも腫れてはいますけどこっちが大きいですよね。痛みますね。ここね屈曲してみたいにこれで、まあ、場合によったら超音波の中見ちゃって炎症があるかと。何見て超音波の心臓の中見ると多分黒くなってるからこの炎症があるってことで、うん、ただ、まあ、それぐらいしかできないですね。こっち何て言いました。検査です。S5IL S5IL この方向検査関節ですね。はい、それで、ここずっと下げてそれではいこれでじゃあお願いします。どうですか痛みは。若干痛いですけど、うん、あ、だいぶじゃあこれ自分だけで。あ、これだと痛くないですか。あ、だいぶ、はい。ああ取りますよね。外5度下、はいはい、これで手着です。すみません。じゃあこれ両筋の方、両肩筋の方。これは上頸筋から来た場合です。これと全く別ルート、別ルート2つが重なっています。あ、いいですよ。だから首の方から来るものが7割、こっから来るのが3割、合わせて10割です。さっきより全然握れますね。何割ぐらい取れた感じですか。8割8割、ちょっと待ってください。あ、これどうしたんですか。さっきよりね痛くなくなってきてる。痛くなくなってきてる。もっと腫れてましたよ、さっきね。本当ここさ押しただけで痛かった、痛い感じですよね。これ痛くないですか。あ、そのぐらいで終わった。大丈夫。あ、いいですね。ですよ。これは感じですね。